自治都市は中世後期から末期にかけてヨーロッパ各地に出現した都市のことである。市民階級が封建領主の支配を脱し都市法に基づく自治権を掌握した都市を指し12、13世紀に増大した自由市、自由都市とも中世の経済発展と経済構造の変化により都市の形成が進み地域経済の中心地として また公益の拠点、中継地として都市が成長してくるようになると、ヨーロッパでは新たに生まれた商工業者を中心として、都市民が形成された。都市民は、当初は都市を管理する、封建領主の庇護に依存する存在であった。やがて都市経済の拡大とともに、都市民が財力を蓄え、また人口面でもある程度の規模になってくると、その経済力を背景に、 彼らは発言力を強めていった。こうして都市民は封建領主の支配を脱して自前の統治機構を整え都市において自治をするようになった。こうしたことが可能であった背景にはヨーロッパ中世の軍事制度の特徴が指摘されている。すなわち当時のヨーロッパの軍隊は基本的に傭兵であったため経済的に豊かであればそれだけ大規模で強力な 軍隊を雇うことができた、つまり、経済力がそのまま軍事力に結びついたためである。自治都市は、その実態において、中世の共和制都市国家と見ることもできるが、中世はすでに領域国家の時代であり、また、権威の頂点であったローマ教会も、都市として自治を認めるという姿勢であったこともあり、国家には分類されないことが多い。自治都市が増えてくると、自治都市は、 その独立を守り、また、相互の交易を円滑にするために、都市同盟を結ぶようになった。その代表例が、ドイツを中心とした犯罪同盟や、北イタリアのロンバルディア同盟である。日本でも、戦国時代から、江戸時代にかけて、都市民の自治による都市が存在した。福岡市の博多、大阪市の平野座と、堺、今井町などがある。 今井町はもともと幸福寺の寺社領であったが、A6 年間に一向宗の布教拠点として、県与から事業を得て、今井兵部と根性や大寺兵によって、少年寺を中心に寺内町を形成した。その後、官光城祭としかして、織田信長軍と戦ったが、津田総急の圧戦で武装を放棄した。信長から、 万事大阪同然都市特権を許されて、商工業を盛んにし、自治都市として発展し、今井千県、海の境、陸の今井と言われるまでになる。17世紀後半、五大将軍、徳川綱吉の頃に、幕藩体制が整うと、今井にも大官が置かれ、幕府領として支配されることになる。しかし、 農村の多くが20から30軒程度だった当時、1000軒もの家を有する今井町は破格の規模であった。しかも、肥料、木綿、味噌、醤油、酒、材木などの取引も盛んな上、大名相手の金融業も活躍し、藩札と同じ価値のある独自の紙幣、今井札も流通した。これほどの財力は幕府にとっても大きな魅力であったので他とは違う支配体制で、 優遇した。つまり、総都市より大き行政権と司法権を与え、自治的特権を与えられたのである。官護には九つの門を万人が警備し、親戚以外の者を町内に止めることを禁ずるなど、町独自の規定も決められ、自治自衛が徹底された。AB 自治都市自治都市、大事林大散判ただし、犯罪同盟の参加都市の場合、ドイツ型の自由都市も多く、 自治都市とは区別される場合もある。ありがとうございます。